山根聖子は、日本の女性音楽家、バイオリニスト、殺言楽器奏者、作曲家、大阪府出身、ベルリン在住、ドイツの代表的な電子音楽、グループ、タンジェリンドリームのメンバー、他のプロジェクト参加やソロアーティストとしても活動している、東大阪市出身、4歳からクラシック音楽やバイオリンなどを習い始める。 地元の大阪府立夕日が丘高等学校、音楽科を卒業後、愛知県立芸術大学、音楽学部に進学、同大学院にまで進む。在学中ドイツにたびたび出かけ、留学を視野に、現地の状況をリサーチしたり講習などを受けていた。2006年、大学院の修士課程修了後に届くして、シ都トベルリンに在住。個人レッスンや語学学校にも通いながら、 各音大を受験して北部のロストック音楽大学に合格し2007年から在学する。ブランデンブルク国立管弦楽団の研修機会を得たりベルリン公共楽団に参加するなど優秀な成績を収め同校を主席で卒業する。その間、現地のクラブミュージックなど現代音楽に傾倒するようになり2007年に前衛的な演劇作品に参加。 2009年には、同じドイツで活動していた、日本人ダンサー木村地図と、コンテンポラリーダンスプロジェクト、タンジックを開始するなど、在学中の頃から、現地ミュージシャンとの交流を深める。そして翌2010年、クラングシュタイン奏者ユルゲン・ハイデマンとペアを組み、ニューエイジ系のプロジェクト、奇跡を開始。このユルゲンとの縁で翌年に、ドイツロック界の重鎮、エドガー・フローゼと出会う。 2011年、ドイツの電子音楽、グループ、タンジェリンドリームのツアーに、エレクトリックバイオリンの奏者として参加し、そのまま正式メンバーとなる。その後も、同グループのアルバムや、個人のプロジェクトで作品の発表を重ねる。その他にも、ジェーン・バーキンのワールドツアー参加をはじめ、ブライアン・メイ、中島信ブユキ様々なミュージシャンと共演。 クラシック音楽の分野でも引き続き、オーケストラ、ベルリン交響楽団の日本ツアーに参加。作曲家としても、映画音楽のプロダクション、デッカ・パブリッシングに所属し、舞踏デュオモティマルの音楽を担当するなど、多くの舞台作や映像作品に楽曲を提供した。2015年、自身を見出してくれた、恩師、タンジェリンドリーム主催のエドガー・フローゼが死去。残されたメンバーとに、 エドガーの意志を引き継ぎ、同バンドの活動を継続している。2017年、初のソロ名義作品、A Story of A m a n をリリース。以降から、ソロ作の発表も重ねている。日常会話は、大阪弁のイントネーションで話す。学生時代は、ラルク・アンシエルのファン。王道のクラシック音楽を背景に持ちながら、道から外れたアーティストに憧れていた。 当初は日本のポピュラーなアーティストぐらいしか知らなかったが、ドイツに渡ってから現地のクラブカルチャーに衝撃を受け、電子音楽に傾倒していった。ただしタンジェリンドリームなどの現代音楽を職業としながらもクラシックをやめたつもりはないと断言している。ドイツの音楽系大学には各国から希望者が集うため入試倍率は非常に高く、特に首都ベルリンの音大入学は 狭き門であった。合格したロストック音楽大学も約20倍の競争率で、そのため住居から片道3時間かかる場所であったが妥協したと明かしている。欧州の有名歌手ジェーン・バーキンのワールドツアー参加については、パリに住む友人から日本人バイオリニスト募集の情報を受け、当時ジェーンのツアーメンバーだった中島信之の仲人で実現した。 チェーンを例えるなら、常にピンク色に満ちていたと印象を述べている。中キッコ名義タンジック演目スタジオアルバムライブ、アルバムタンジック。ありがとうございます。